トリハロメタンはメタンを構成する4つの水素原子のうち3つがハロゲンに置換した化合物の総称であり溶媒や溶剤などとして利用されている。代表的なものにクロロホルムがある。トリハロメタンは人に対しても発がん性や再起形性を持っているのではないかと疑われている。特に水道水中から検出されたトリハロメタンについては濃度が高かったこともあり。 社会問題となった。また、同じく水道水中からも検出され、トリハロメータンの代表ともされるクロロホルムに関しては、肝障害や腎障害を引き起こすことが知られているなど、トリハロメタンの中には、急性毒性を持った物質も含まれる。トリハロメータンのうちクロロホルム及びブロモジクロロメタンについては e ア r クにおいてグループ2バイトとして勧告されているが、 同じグループ2バイトには、コーヒーや漬物も分類されている。また、クロロジフロオロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムについては、グループ3に分類されている。水道水中のトリハロメタンは、汚染物質として混入したのではなくとも、浄水場などで、塩素消毒を行った際に、水中に、不眠室のような有機物が含有されていると、ヒート的に消毒複製生物として発生する。 社会問題となった水道水中の鳥ハロメタンはこのようにして発生したものだった。また場所によって異なるものの浄水場で得られる水にはおおむね数十から数百の臭素イオンも含まれており、このために塩素消毒に伴ってブロモホルムなどの臭素化合物も,も複製生物として発生してくる。この内分子構造中に臭素を持つブロモジクロロメタン、ブロモジクロロメタン、 グロモホルムが塩素消毒に伴ってヒート的に発生する量は水の中にどれだけの濃度の収素イオンが存在していたかによって大きく異なることが知られている。日本の基準は風のガイドラインよりも厳しいものとなっている。厚生労働省が省令で定めた浄水における水質基準のうちトリハロメタンに関する項目を以下に掲載する。なお、これらの中で 日本の水質基準における、総トリハロメタンとは、すべてのトリハロメタン類という意味ではなく、トリハロメタンの中で蒸気4種、すなわち、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムだけを指している。トリハロメタンは、短時間の射出でも除去できず、逆に、短時間の射出はトリハロメタンを増加させるというデータを上げて危険性を煽り、 数十万円の浄水器等を売り込む商法が見受けられる。このような浄水器の購入を検討する場合には次のようなことをよく勘案する必要がある。ありがとうございます。